大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね、ここだけの話、社長はずいぶん前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのは、その頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来、社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ、多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここは神室町の中で唯一登場会の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことないか？アジア街？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのも、このアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを納めててさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知れば、アジア街は登場会の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。知道了。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところ歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。さあ行くか。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう、多分な。喂，尾田，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。除了这里，他也没有藏身之处。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂，尾田，
你听到我说话吗？我现在就是这边，钱先生，搜救火，你别管我吧。你可别得意忘形啊，伟杰。丽华不动产的人就是以为万事都能用金钱解决。好的，今のは何だ？ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより、顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ、わかった。ここだ。お前も入ってくれ。